この時期、木々の若芽や下映の若葉は、鹿や熊をはじめとするさまざまな生き物たちの命を支えている。一方、森を流れる川は魚たちであふれている。ハリムスやコクチマスはビキン川が生み出す清らかで栄養豊かな水に支えられ、一年を通して川で暮らしている。ママだ。夏は今も少し嬉しそうだ。奥さんが村からやってきたからか。綺麗な日が見渡る。72歳になる奥さんは連れ添って55年目。食卓に残るのは自然の恵みばかり。クナワばあさんも自慢のペチカは50年以上2人を支えてきた。このペチカで焼き上げるパンは他のどこのパンよりも美味しい。イワンじいさんとクラワばあさんは子宝に恵まれた。二人には子供が9人、孫が19人、子孫が6人。ソビエト連邦下では少数民族が持つ独自の文化や宗教の自由が認められず、ウレゲの人々は巨大な国家建設の一部に組み込まれている。イワンは当時ソ連邦では大変な名誉だった共産党員になり、集団農場コルホーズでロシア人と共に国家のために働くことになったのだ。選択の余地はなかった。ソ連邦の下ではシャーマンになることなど考えられないことだった。イワンは自分の家系がシャーマンであるということを隠し通した。そしてソ連という社会に溶け込もうと努力したのである。Спасибо. Ей, дальше. Ничего.